はいどうも、ラブパが切れた後に世紀末タッグが来る男、ミストです。はい、本日はですね、あるキャラの覚醒を行っていきたいと思います。先日ジャギの覚醒を行ったのですが、今回はそれに引き続きましてリンちゃんの覚醒を行っていきたいと思います。で、少しばかり追いガチャいたしまして、リンも50になりましたということでですね、このリンちゃんと共に闇を見ていきたいなと思っております。で、リンはですね、初期評価と補給上限アップですので、まあ補給上限アップの方を優先して上げていきたいと思います。初期評価の方はまああまり無理しすぎない程度に、うん、まあフル覚醒いけたら嬉しいですけども、まあ今ある銅、銀、金のきらめきでなんとかなってほしいなと思っております。では行きましょう。あー、もうやだ、覚醒の動画撮るのほんと辛いんすよね。前回のジャギの覚醒は結構うまくいったので、この調子で、うん、流れに乗ってリンちゃんもねすぐ終わってくれたらなと思っております。では行きましょうか。潜在強化リンちゃん行きましょう。で、銅が39個、銀が40個、金が21個ありますということで、まあ、またしてもね、あのイベキャラを砕いて金のきらめき作ってきました。銅と銀は前回からあんま変わってないかな。では行きましょう。まあ、上からでいいか。まあ、銅はサクサクやっていきます。いきなりミスったけど、え？ 72.9 よ。ちょっと、いや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 、嘘でしょ。 72.9 よ。え、やばくない？え、ちょっと待って。出たよ、この流れ。この流れよろしくないっすね。え？やばくない？ 5 連敗したんだけど、72.9 で。これ放送事故でしょ。え、嘘やん。え？これ確率表記合ってる？え？やばい。え？ 72.9 で7連敗したんですけど。え、事故ってる、事故ってる。え、8連敗した。え？え、恐ろしいんだけど。え、怖い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 。まあ、さすがにね。え、今、鳥肌立ったわ。ちょっと、もういいよ、いいよ。オッケー、オッケー。もう、これも通していこう。オッケー、オッケー。通るのが当たり前なんですから。急に通り始めたな。なんで 72.9 は通らないんだよ。うん。まあ、12.5 まで行きたいね。うん。かと言いつつ、銅のきらめきもね、意外と生産するの大変なんですよね。やばいな。よしよしよし。あとはここ上げてくれと。2アップ以上がないですね。いやー、りんちゃん食いしん坊だね。ちょ、10個までは、あ、オッケーオッケー、よし。これ、銅の役目終わったと。22個溶けたな。ここまで来るのに。さあ、ここから銀行きましょう。銀からはちょっとカットせずに行きます。はい！うん。頼む。ここからの2アップ、3アップが大事だからね。足りっかな。足りてほしいけどね。よし！おー、3アップ、ナイス！だいぶショートカットしたね。で、下行きましょう。さあ、来い。うん。ここでね、やっぱり、ショートカット切るのが、かなり強みになってくる。うん。まあ、20% 台までは、ガンガン攻めていきたいですね。うん、ダメか。10% は、正直、ほとんど取らないものだと思ってます。やばいな。今後覚醒の指キャラ来たらちょっとやばいっすね。もうちょっと、だいぶ、もうボックスないんで、SR と PSR の余ってるキャラが。ちょっとやばいな。うわぁ、今回闇だな。頼む。よし、なんぼ。2か。オッケーオッケーオッケー。で、こっからだよな。まあ、こうなったら下から行きましょう。うん。銀も10。ここは残したいな。こっから何個解けるか。
上の初期評価はもう金でいこうかなと思いますね。ここで2アップ3アップ引いていこう。うーきついダメか。まあまあまあ10回に1回取る確率なんでね、しょうがないですね。ふう、さすがに10個になったら金使っていこうと思います。ああ、これもうミキサーとかしてる場合じゃないですよ。 OK。 あー1かー、くー、まあ、まだ攻めよう、まだ攻めよう。もう R ミキサー、PR ミキサーもうしてる余裕なくなりましたね。おー、ナイス。この連チャンはでかい1だけど、よし。まあそうだな、そしたら銀が思ったより余ってくれたんで、もうちょっと攻めましょうか。10個まではいきます。うん、今の連発通りは奇跡ですね。さあ頼む。まあ7からのね、7からの2アップとか熱いよね。前回あったと思うんです。え、どう使っちゃった、間違えた。どう使っちゃった、通るわけないよなそりゃ。さあ、うん、あとチャンスは9回。はい、うーん、まあ初期評価の方なんでね、そんなに無理しなくてもいい気がするんですが。そうだな、ちょっと待って、15コロコシにしようかな。うん、ちょっと次で一旦金いこうと思います。うん、初期評価無理してあげる必要ないわこれ。よし、ナイス。通ってくれましたね。さあ、こっから金がどれくらい通ってくれるかの勝負になります。よしよしよし、いい感じに残したね。行きましょう。2アップで終わってくれ、2アップで終わろう。よっ、うーん、きつい、頼む、来い。よし、あ、1か。今回あんまりショートカットできてないですね。もう一回行きましょう。初期評価の方どうしよっかな。さあ、うん、ダメか。頼む、行ってくれ。よし、ナイス。補給条件の方はすんなり行きましたね。あー、悩む、本当に悩む。これどうなんだろうな、リンちゃんこうマックスにするメリットあるんかな。ちょっとね、そこがめちゃくちゃ気になっておりますと。うん、初期評価16、元が50か。ここで終わっていいかな。まあ北斗高校以外でね、今後使うこと考えたら、まあ、20にした方がいいんですよね正直。北斗高校では評価上げやすいですけど、他の高校だったらまあ普通のね相棒キャラと一緒なんで、そうだな、行っちゃおうか。今余裕あるしね、こっから闇見るかもしんないですけど、行こう。当分覚醒させるキャラは来ないと信じて、行ってらっしゃい。やばいか、やばいだな、やばいな。多分やばいな。よっしゃ、オッケー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 、通れ通れ、ラスト決めましょう。金の通りはいいですね今日。おお、え、すげえ、金何個でいった。あ、7個でいったわ。思ったより、思ったより闇見なかったっすね。え、マジか。これは、ラッキーでしたね。ということで、リンちゃんがフルボラになりましたということで。まあ、このリンちゃんを使って、主にやっていくのは、至高の外野手育成ですね。こちらに取り掛かっていきたいと思います。3時に撮影してるのバレてるわ。3時に撮影したのバレましたね。あ、まあ一緒やっていいか。どうせこの後サクセスやるんで。
どれかな、これっすね。これに、アミティ。このデッキで、ちょっと外野手更新、頑張っていきたいと思います。シアンブラックを使わない編成ですね。はい。まあ、このデッキでね、PG8 の選手も出ておりますし、まあそうですね、高みを目指して頑張っていきたいと思います。あとイベの感想はかなり厳しくなってくると思うんですけども、はい。まあ、そこは運命力でどうにかしていけたらいいかなと思っております。ジャギ、リンともに素晴らしい覚醒でしたね。っていう感じで、ちょっと、今まで見てきた闇をね、なんか帳尻合わせしてくれたのか、うん、この二人の覚醒は非常にうまくいきました。ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。では失礼します。 See you。